じゃあここから次のステージ、実際にサーフィンで波をどうやって使っていくか、これが90度で波を使うっていうのがもうライディングが上手くなるための超重要なところ、むしろこれができない限りリップアクションが入れられるようにならないんで、まあ、テイクオフしてちょっとワイドだったり、まあ、波いろいろだと思うんですけど、まずはこのセクションが見つけられるようになることが大事だっていうことを前回お話ししたと思います。セクションね、このコブです。でこういう、ね、こういうふうにいったら、このセクションがね出てきたら、こっからこっちにねセクションの下を、真下をこっちに90度で折りましょう。セクションを吐くようにして波を使うんで、セクションスイープドリルと言ってます。これにセクションスイープ、セクションスイープドリルです。だからこうセクションが あそこにセクションがある、見つけられたと思ったら、そこから当てに行くんだよ、みんなね、あそこへ当てられるって思ってアクションできる、当てられるで失敗するんですよ。でここじゃこれ、ね、プロサーファー絶対やってます。だからね、こうプロの映像とか見てみてください。セクション見つけたら一回ここボトムに降りてくるんだよ、必ず。だここがね、なかなかアクションこう割れてか、なんていうのかな、アクションできるセクションがなかったり、波じゃなかったり、結構ねブレークがワイドな場合だったら、特にこの波の使い方していってます。だからセクションの90度で降りるっていうねことをねやっていく。こう90度で降りる、こうすることで初めてリップは波の使い方がうまくなってくる。で要はこちらね、リンの XYZ のこの Z、 この前後っていうね、前後の特に前が使えるようになってくる。本当これが極めて重要。これやでって、これめっちゃ重要やねって、むしろこれが使えるようにならないとリップアクションは永遠に無理です。たまたま偶然にできるだけっていう状態になってしまうので、でこのセクションスイープドリルっていうのは、これねもうワールドスタンダードなドリルなんで、でそっからじゃあ、ね、ここからね降りてったら、ここに一回このまま降りてそのままボトムターンするんじゃなくて、ここから一回まあ一回戻っこう降りてったら、一回もうなんていうのこう一回ここからねもうボトムターンをセットアップしていくんですけど、まあそれあんまり意識しなくていいんで、でこうやってこういうふうにここで一回間を取る感じにして、ここでねこの辺で、そうするとねここから次にここのせここのせ次に
出てくるセクションでアクションができるようになってくるという、まずはねこの間を取るとかっていうことを考えずにこのセクションを90度で降りていくっていうことをねやっていきましょう。おセクションが見えたぜイエイって思ったらアクションできるじゃなくて当てられるじゃなくて降りるぞ降りよう降りるぞ、なんかこうねアクションしようと思っちゃうと波のほんと Z のこのくらいまでしか使えないから失敗するんですよ。スピードもつかないし、これがもう波の使い方でどういうふうにライン取りしていくのかなっていうねこう描いていくときに自分が、ね、どん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 サーフィンどういうこの波だとどういうふうにこう波を使って使うかっていうラインをね描くことができるようになるのが本当これをやっていかない限りリップアクションの土台っていうのは身につかない。まずは、ね、こう前回はセクション、ね、パワーゾーンの把握ができるようになってくる。でそしてでそれをテイクオフの前からとかねこう波待ち中にどん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 そういう形を把握するようにしていって、でそしたらその次にやるべきことはライディングでこのセクションっていうのを見つけられるようになってくる。見つけて降りていってあげる。そうするとええやんって感じでできるようになります。もう技を以前にこの使い方なんで技に行くよりかこっちでやった方が絶対そうとか、なんかセクションがまずはセクションが見えたら降りるっていうことをやってってあげる、うん、で波の使い方でこのセクションの先にこっちがもうでその次のセクションがなくて暑かったら、まあ、波終わっちゃうだろうけど、でそういう場合だったらもしかしたらここでアクションができるかもしれないんで、そしたらこっちで降りテイクオフとかその前で降りていってあげればいいし、でもその前にも必ず何かしらこうあるはずなんで、まあ、ファーストアクションをねテイクオフからのファーストマニューバーのファーストアクションとかっていうことはあんまり意識しなくていいです。それってもっと先のレベルの話なんで、まずはねここもうセクションを見つけて、セクションが見つけたら一回降りていってあげる。そこにアクションっていうところにフォーカスするんじゃなくて、これのゴールはもうねここなんで、この目的波の使い方なんですよ。波の使い方の結果リップアクションができるようになるんで、もうそこはねアクションとかにフォーカスしない方が逆にいいですね。アクションできそうだからって言ってアクションしちゃうとやっぱりだんだんこっちの方がこっちの土台がなかなか気づけないんで、まずはその土台を、ね、基礎をしっかりと自分の中に入れていくこと。だからゴールはこの Z がどんどんうまく使えるようになっていくっていうところがゴールなんで、でそうしてるとこの大体これができるようになると乗った波がロングライドになっていくんで、まずそれだけで十分楽しいし気持ちいいし、でこれができてくると例えばビーチブレイクとかとクローズアウトセクションとかがね必ずとはではないけど現れてきたら、そこのクローズアウトセクションで、ね、フィニッシュできるようになってくるんで。まあ、テイクオフ直後からできていったらいいけど、まあ、なかなかそうはできないでしょ。なのでテイクオフ直後からまっすぐに降りれれば、もう降りる場合もあるしそうじゃない場合もあるし、だからこういうことを使ってここで、ね、やっていくとテイクオフ直後にもうまくその90度で使うっていう意識がどんどん生まれてくるから入れやすいし、じゃあテイクオフ直後でこっち行くのかね、まっすぐ行くのかちょっとねこの横に降りていくのかっていう、このパワーゾーンの広さでさ違うから、なのでここが大事なんです。
OK ですかね。そんな難しくないとは思うんですけど、まあ、本当これ超土台なんで、もうここができないと話にならないので、本当これ意識してもらえればなと思います。